パーコブログチャンネル。はい、皆さんこんにちは、パーコブログです。今日は日本記事のひよこを撮ってます。まあね、ちょうどひよこが生まれる季節なんで、ひよこの羽化を手伝いしてます。なんか面白いものが発見できるかもしれないので、ちょっと様子を見てみたいと思います。さっき見たら、この中に箱ごと放り投げてたんで、ちょっと結構残酷に放り投げてるんですよね。放り投げの面白い。てて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 てれウケる。なんかみんなこっち見てるし。ねえ。これ来ました。来た。これがなんだかわかるかい？これがなんだかわかるかい？おい。あ、この子も来ました。この子。はい、この子も来ましたね。なんかいろんな子がこっちを目がけてやってきますね。ま。やっぱり赤いのとかわかるのかな。すごい。じゃあなんかね、赤い色に反応するんですよね。赤が認識できてるってこと。再生ボタンとか、おお。はい。赤いボタンを一生懸命つついてますね。はい。こんな感じで。こんな。だいぶね、ローアングルで映してます。食べちゃいたい。弱ったひよこは死んでしまいます、強いものだけが生き残る。さっきね、さっき面食らってたひよこたちももうこんなにぴょんぴょん跳ねてね、散らばってます。ですね、はい、新しい世界で、来てください。この子たちもね、いつかもお肉になるね、時がやってくるかもしれないので、大きくなるんだよ。はい。温度設定何度ですかこれ？何度やねん。あーだる。マジ。あ、3時40度ですよ。え？40度じゃないかい。30分ぐらいなんですけど、もう絶対取れませんね。イソ感度上げてもせいぜい200。三脚使ってたらもっと汗だくですよね。
まあ、こんな格好してる私も私なんですけど、長袖なんでね。はい、もっと、低速車体になってしまうんで、結局50前後ブレるんですよ。写真撮影にも挑戦してみたんですけども、やっぱ動くものは難しいですね、虫とか動物とか、置きピンしてまでね撮りたい被写体じゃないので、今日は、そこそこぼちぼちでこれぐらいにしておきたいと思います。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい。チャンネル登録してね。